近鉄の吉野駅に来てるんですけど、これからねこの吉野から大阪阿倍野橋まで、ね、近鉄特急で移動してきたということでやっていこうかなと思ってます。ここは近鉄の吉野駅ということで、ね、ほんまに山奥なんですけれどもね、ホームは一応こんな感じでね、登壇式のホームになってるんですけれども、今回乗っているのは13時34分発の特急大阪阿倍野橋駅ということでね、はい、まあ、右側止まってるんですけどね、まだ発車まで、まあ、30分ぐらいあるんですけど、もう入線ってことで早いですね。ここは一番乗り場なんですけども、早速もう止まってるんですよね。特急大阪阿倍野橋駅っていうことで、近鉄の16010系やったかな、はい、まあ、ちょっと古い車両ですね。吉野線南大阪線の、まあ、特急列車って編成数短いんですよ。これ2両編成しかないですからね。はい、こんな感じで、はい、そしたらね早速乗っていきたいと思います。すごい、これもドアが折り戸式っていうのが古いですよね。こちら運転席、折り戸式やからね、折り戸式のドアの特急列車で今どんどん減ってますからね。はい、車内はこんな感じになってます。古い車両なんですけれども、まあ、内装はまあリニューアルしてるっていうのが結構綺麗な感じですね。今回はここですね。ちなみにこの近鉄16010系なんですけれども、なんかね増備車で1編成しかないんですよ。この2両編成1本しかないということで、これかなりね貴重な車両でもあるんですよ。まあ古いんですけれども貴重な車両なんで、ね、今回偶然ではあるんですけれども、まあ、乗ることができてよかったかなと思います。デッキ部分はこんな感じになってます。トイレがあってゴミ箱があります。こっちはあれ洗面台ですね。でこれはあれですね、近鉄名物のおしぼりということで、はい、一ついただきます。知らない人にもねちょっと言っとこうと思うんですけども、近鉄でね、近鉄特急にはあのこのおしぼりなんですけどね、これも近鉄の伝統的なねあのもので、近鉄特急に絶対あるんですよこのおしぼりって。こんな感じでね、あの写真載ってるでしょ、この列車は。近鉄といえばもうおしぼりっていうのはね、もう昔からある、これ絶対あるんですよね。ございます。この電車は大阪阿倍野橋行き特急です。途中吉野神宮、大和上市、無駄、下市口、福上、吉野口、大阪山、マスク、橿原神宮前、中津市、尺度に止まります。次は吉野神宮です。座席はすべて指定となっています。東急電動車は手席にお座りさん。ここは吉野川橋梁で出る近鉄の撮影ポイントとしても有名なところです。いや綺麗ですよね、これが吉野川ってことで。
ずはですね、座席の方を見ていこうと思うんですけれども、ここはみんなポケットがありますね。これね、ちっちゃいんですけど、テーブルがあります。カーテンもついてますね。結構古い車両なんで結構シンプルなんですけれども、まあ、正直個人的にはあんまりごちゃごちゃしてるよりねこれぐらいシンプルな方が好きなんでいいかなと思います。吉野口に着きました。ここで、ね、JR の和歌山線に、ね、乗り換えることができます。扉が閉まります。ご注意ください。柏原神宮前に着きました。近鉄柏原線に、ね、乗り換えることができるんですけど、近鉄南大阪線吉野線って狭軌路線なんでね、標準軌の他の近鉄線にこう乗り入れることができないんで、吉野からね京都方面行く特急列車ってないんですよね。吉野線は山岳路線のカーブが多かったんですけど、南大阪線に入ってくるので、だいぶ線形部になって、ね、こんな感じでどんどん高速運転で走っていきます、ね。
はい、そしたらですね、終点の大阪阿倍野橋に、ね、到着しました。まあ、吉野からだいたい約1時間17分ぐらいでしたかね。まあ、特急なんで早かったです。じゃあ今回は吉野からね、この大阪阿倍野橋まで近鉄特急で移動してきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。いや、そうですね、まあ、今回結構古めの車両だったんですけどね、16,010系でね、まあ、1編成しかない結構貴重な車両だったんですけれどもね、まあ、偶然にもまあ乗ることができてよかったと思います。まあ、吉野線はね、まあ、結構まあ自然豊かで山岳路線なんでね、景色が良かったです。南大阪線入ってね、どんどん山からこう都会の方へ、ね、来るっていう、まあ、景色の移り変わりがやっぱりね、もう吉野線、南大阪線面白いなと思いました。はい、皆さんもね、機会があればぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。